はい、今回お邪魔するお店は田岡さん。こちらは油そば専門店ですね。僕初めてです。で、梅さんがいます。はい。はい、油そばの美味しい召し上がり方、ステップ1、お酢をかける。大盛り3種、倍盛りで4種、鬼盛りプラス1は5種すればいいな。はあ、で、ステップ2、ラー油をかける。3種わんない。で、しっかり混ぜて、で、食べます。あ、そういうこと。あります、こちら来たこと。ない、ね、ちょっと楽しみです。油そば専門店ね。はい、じゃあお品書き。鬼盛りプラス2000円。あとこういうね、いろんな盛り盛りあります。すぐで来るんですかね、もしかしたら。なんか麺太そうな感じしたけど。あー、麺がちょっとね、普通のなんかラーメンに入ってるようなやつよりかはちょっと太めかな。これはね、かけるお酢とラー油とすりごまもあるね、トマト、からし、辛いやつ、辛い。でもなんか得え、音書いてある。あ、得からしか。からし辛いの。で、ニンニクか。まあ、塩コショウ。はい、粗挽き塩コショウ、こんな感じですね。ごまも使ってもいいのか、好みで、この辺は。いいじゃないですか。お酢とラー油は、ね、マストです。はい。はい、翔さんの3玉。なんか、普通、鬼盛り。鬼盛り？なんか、シンプルですよね。シンプル。シンプルで効果多いか。じゃあ、チーズも4玉入れなー。はい、ありがとうございます。はい、4玉です。はい、ケアさん。これ、混ぜた後の、混ぜた後の方が、サムネがいいんです。完成品として、メニューになってる。これも新田岡盛り。これは豪華の、豪華のですか。新田岡盛り。全部なんか乗っかってるの鬼盛り。はい。三週、三。あ、そうなの。うん。ちょっと今1。あ、そんなに？ごま好きだから。あ、ごま。今卵。お。でも混ぜる。うん。混ぜて完成。完成。美味しいですか。酢とかラー油は効いてます。うん、今のはちょうどいいぐらい。翔さんにとっては、うん、そういう酢はもっとかけた方がいいかも。あ、本当。はい、じゃあこの通りに大盛りで3周で倍盛りで4周、5周ってこと。なのかな、一個多いかな。ちょっとドキドキするけど。1、2、3、4、5、5、5、1、2、3、4、5。まあ、ラー油は少なかった。バイ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 、まあね、さすがです。ラー油大好き。
ラー油大好き。あ、間違った。ラー油倍かけてる感じがするけど。倍盛りです。倍盛りね。うん、まずひっくり返したらグリって。混ぜてる。でいっちゃいますか。うん、じゃあちょっと濃い。味ついてる層っぽいやつ、はい、はい、いただきます。はい、うん、どうすか。あ、こういう味なんだ、うん、なんだろう、辛い。いや、え。いやでも、あ、なんだろう、わかんない。は、新食感です。新食感、あ、うん、チーズがスープがね、スープが濃いんで、混ざってないんじゃないですか、うん、濃いんで、またね、ラーメンと全然違う食感っていうか、食べ物だし、ほんと、ね、コメントを、ゆめさんに任せます。来ませんってなると、マジで4種にします。ラー油は2回ぐらいでいいです。3回じゃないですか。俺はそんな辛いの。いただきます。はい、うんうんうん、美味しいっす。なんだろう、焼きそば。いや全然辛くなかった。ラー油まだかけてもいいかもしれない、うんうん、これでも、なんか、もっとなんか、ここら辺痛くなりそうかなと思ったけど、全然、うん、効かないっていう部分とかしかないんだけど、お店の通りにはない、ね、全然問題ないかもしれない。辛いの苦手でも全然いける。これで、うん、お疲れ様です。
皆さん、動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。